中国の高速鉄道路線も300時速 350km、200時速 299km、200時速 250km 在来線、中華人民共和国の高速鉄道では、中華人民共和国における高速鉄道について記す。中国では高速列車のサービスが2007年に導入され、現在では多くの幹線で高速運転が行われているほか、 建設中の高速鉄道用の路線や計画が多く存在している。中国の高速鉄道もは高速化された在来線、高速鉄道用の新線とリニアモーターカーからなっている。幹線での高速列車の運営は2007年4月の中国国鉄による CRH 型車両導入により開始された。同社組や和解号の名称で呼ばれ中国では 最優等列車となっている。中国鉄道部によると2010年12月の時点で中国には世界一長い 8358km の高速鉄道網があり、そのうちの 2197km は世界最高の営業速度である時速 350km に対応している。 2007年には23万7千人であった1日、あたりの平均利用者数は、2008年には34万9千人、2009年には49万2千人、2010年には79万6千人と増加していて、2007年4月からの輸送実績は6億人に達している。2011年1月に国際鉄道連合が発表した統計では、 中国の営業中の高速鉄道は 4175km である。日本は1964年に東海道新幹線を開業させて以来、高速鉄道の総延長距離では40年以上にわたり世界をリードしてきたが2009年に中国に追い抜かれた。中国では土地の個人所有は認められていないことから 公共事業における土地の強制収容は容易であり、プロジェクトが一度動き出してしまえば、建設のピッチが早いことも特徴となっている。2008年の世界金融危機の際に、内需拡大のための4兆元の公共投資策の一環で2010年代には、世界の高速鉄道の距離の3分の2も占める、世界最長の高速鉄道網が建設されることとなった。 2010年時点で3万 km 以上の建設中区間があり、また2011年には建設に7000億元の投資をして、高速鉄道網は2011年末には 13,073km、2015年末には2万 5,000km という計画を掲げた。この結果、2018年末現在の路線長は2万 9,000km に達している。一方、 人口の希薄な地域も含めた路線の拡大は、採算性を度外視した側面もあり、運営を司る中国国家鉄路、集団有限行使の2018年9月時点の、負債総額は5兆2800億元に達していると推計されている。中国の高速鉄道計画は1990年代の初めに開始された。 中華人民共和国鉄道部が1990年12月の全人代で北京、上海間の高速鉄道建設案を提出した。この計画は需要に対して在来線である京古線の線路容量がすでに不足しつつあることが背景にあり、科学技術部、国家発展改革委員会、商務部と鉄道部が共同で取りまとめた。 1994年12月に国務院は計画の実現可能性の調査を委託した。政策研究者は計画の必要性と採算性を研究したが将来の経済成長を加速させるとして推進する意見と外国の高速鉄道は建設コストが高く採算性に疑問があるため在来線に線路容量の増加と運行間隔の短縮といった。 改良を加えれば良いとして建設に反対する意見があった。1995年に理法首相が第9五可燃計画に計画の準備を盛り込んだが20世紀中にこの計画の具体的進展はなかった。中国国鉄 DJJ1 型電車アイ a は時速2 1 0トル運転が可能で2001年の導入当初は更新線で運用された。 高新線は複々線化工事によって全線で脚下分離された。中国国内でも高速化の整備が早かった鉄道の一つである。1993年の中国の旅客列車の平均速度は時速 48km しかなく発展していく高速道路もを通る自動車や航空にシェアを奪われつつあった。中国国鉄は複線化、電化、 トンネルや橋の建設による、ルート変更での勾配や、極率の緩和といった線形の改善、ロングレール化によって、在来線の速度と容量を増加させることにした。1997年4月、1998年10月、2000年10月、2001年9月、2004年4月、2007年4月の、合計6回にわたり、鉄道高速化が行われてきた。 なお、第6次鉄道高速化までの路線延長は、伏線は2倍にカウントされている点に注意を要する。1997年4月の第1次鉄道、高速化は、京光線、京古線、京光線の3大幹線を中心に実施され、1998年10月の第2次高速化も、この3線で実施された。その2年後の、 第3次高速化では、老海線、乱神線、京急線、雪線が加えられ、第4次高速化は京急線、武漢線と京高線南部、節線と広大線を中心に実施された。2004年の第5次鉄道高速化は、全土のほとんどの幹線区間で実施され、7700km が、当時の最高速度である時速 160km に、 対応するようになった。鉄道高速化の例を挙げると、高新線は国産の DF 型ディーゼル機関車を使って1994年12月に中国国内で初めて時速 160km 運転を達成し、1998年には電化されてスウェーデンの X2000 が導入され、時速 200km 運転を開始した。 2000年には3 0化、0カ、2007年には複々船化が完了し、中国では初めて貨物列車と旅客用高速鉄道の客化分離が実現した。2007年4月の第六次鉄道高速化ではごく一部でしか導入されてこなかった高速列車が多くの在来線に導入されて最高速度は8 4 6トルの路線では時速2 5 0トルに また6 0 0 3トルでは時速2 0 0トルになった。また 4,、最高速度が時速1 6 0トル以上の路線は1 4 0 0 0トル最高速度が時速1 2 0トル以上の路線は2万2 0 0 0トルになり、旅客列車の平均速度は時速7 0トルまで上がった。ノンストップの都市間特急も広がり、北京。 複週間の所要時間は三十三時間二十九分から二十時間以下に短縮された。第六次鉄道高速化では、鉄道設備の改善とダイヤ編成能力の向上だけでなく、中国国外の技術による中国鉄路高速車両が導入された。二千七年四月には五十二編成の CRH 型車両によって二百八十本の列車が運転され、 2007年中に158、編成による514本の列車の運転をする計画が立てられた。CRH 型車両によって、北京、上海間 1463km の所要時間は2時間短縮され10時間以下になった。上海、南昌間、上海、調査間の所要時間は、それぞれ5時間8分、7時間30分となり、どちらも半減している。 1> 第1から6次鉄道高速化在来幹線の改良と高速列車の導入によって線路容量が増加し列車本数と輸送力が増加したが在来幹線では旅客用の高速列車と重量貨物列車が競合することが多い。高速化された在来幹線にはさらなる列車の高速化と輸送力の増強に対応するため旅客専用線と呼ばれる。 高速鉄道の建設計画が浮上した。ガイドウェイの上を進み、歩道国際機場駅を出発する、上海トランスラピッド2002年に、畑新旅客専用船での試験走行で、時速 321.5km の当時の国内最速記録を出した DJJ2 型、中華の星。だが、運行上のトラブルによって、 中国国外の技術導入につながることとなった。中国の高速鉄道路線建設には、当初、方式をめぐる議論があった。1998年6月の国務院、科学技術部と工程院の会議において、主要機首相が、計画作成中の軽古高速鉄道での、リニアモーターカー方式採用の実現性を、質問した。当時、関係者の間では、 従来の方式と同じ標準機の旅客専用新線建設と次期浮上式のリニアモーターカー路線建設で意見が分かれていた。上海市政府が上海保東国際空港と市内中心部と連絡する約 30km のトランスラピッドについてドイツ側とのターンキー契約を結んだ2000年にはリニアモーターカーの実現性が高くなった。 2003年に世界初の磁気浮上式高速鉄道である上海トランスラピッドが開通した最高速度時速 430km で約 30km を7分20秒で結んでいてこれは営業中の旅客列車としては世界最速であるリニアモーターカーは速度ではかなり優位であるが高いコストドイツ側が 中国側への技術提供に懸念していることに加え、絶対的な安全性への疑問もあり、中国全土の高速鉄道網では利用は広がらなかった。上海トランスラピッドへの投資は、上海市政府だけで100億人民元と言われており、また一部は、ドイツ側からの支援があった。トランスラピッドの共同事業体が、中国に製造技術と権利を提供することに、 消極的なことで、大規模なリニアモーターカーの建設や、車両製造のコストは、標準機の高速鉄道技術と比較して、かなり高くなると見込まれた。さらに、計画路線沿線の住民がリニアの電磁波による、健康被害を懸念し、反対運動をした。これらの問題点から、計画されていた上海、公衆リニア線の建設は凍結された。より短い、 上海公共国際空港へのトランスラピッドの延伸も進んでいない。なお、上海地下鉄2号線の延伸によりに空港間は結ばれ、上海、公衆間には小食い旅客専用船が開業した。上海ではリニアモーターカーが注目されたが、新たに完成した旗新旅客専用船では高速鉄道の試験が盛んに行われた。 畑新旅客専用船は、全線が、標準機、複線電化の全長 405km の路線で、1999年に、着工、2003年に開業した。2002年9月にはこの路線で国産の DJF2 型、先方号が、時速 292.8km の記録を出した。同年11月には、DJJ2 型、中華の星が、 時速3 2 1トルを記録した。旗新旅客専用船によって時速2 5 0トルでの営業運転が可能になり、北京と中国東北部の間の旅客輸送の一翼を担っている。旗新旅客専用船の開業によって在来船と旅客専用船との企画の互換性の利点が明らかになった。2004年国務院は 鉄輪式高速鉄道建設計画である、中長期鉄道網計画を決定した。この決定によって方式についての議論は終わり、標準機の旅客専用線の建設を迅速に推し進める方針が明らかになった。レジーナ CRH1 型新幹線 E2KCRH2 型 ICE3CRH3 型、1トル 600CRH5 国産技術で、 高速鉄道車両を開発しようと開発された DJJ2 型中華の政党の国産車両は試験走行での高成績は残したもののトラブルが頻発して高速での営業走行に十分な信頼性がなかったそのため中華人民共和国国務員は方針を転換し自国技術での高速鉄道開発を諦め中国国外からの技術移転で 自国の高速鉄道車両を開発することに軸足を移すことになるが、同時に中国国外の企業に頼るのではなく、技術提供を受け、国内の技術発展に使うという方法を明らかにした。国務院と鉄道部、国営企業である中国南車、中国北車は中国の持つ高速鉄道の巨大市場の魅力で、 中国国外の企業に投資と技術移転を促し、中国側にも、進出企業側にもメリットが生じるような方法を使っている。2003年には、日本の新幹線技術、特に後に、中華民国、台湾で導入される 700K に関心があると言われていた。日本側は、優れた。 新幹線技術の売り込みと有利な資金プランの提供の申し出を積極的にしてきた。ある研究では技術提供を勝ち取った日本企業は中国の 8000km 以上の高速鉄道の建設ができるというシナリオが描かれた。しかしインターネットを中心とする中国の日本に対する厳しい世論が原因となり日本企業からの技術移転に反対するウェブサイトが 立ち上がり、100万人以上の賛同が集まった。中華人民共和国鉄道部は、決定を保留し、入札者を増やして、中国国外の技術の採用の際には多様な技術を採用することにした。2004年6月、鉄道部は200編成の時速2 0 0トルで、走行する車両の入札を始めた。フランスのアルストム、ドイツのシーメンス、 ボンバルディアトランスポーテーション、川崎重工業を中心とする日本の企業連合が入札に参加し、一編成につき3億5千万元、さらに技術移転に関して3億9千万ユーロの支払いの要求を変えなかった、シーメンス以外の3社との一部ずつの契約が成立した。3社とも中国側が指定する共通規格での製造が要求され、また、 中国企業との協力、もしくは、共同企業体の構成が要求された。ボンバルディアは、中国南車集団の子会社のチンタオ、司法記者車,車両との合弁企業である、チンタオ司法、フォート萌え進む鉄路海輸設備有限講師を設立し、レジーナをベースにした8両編成の CRH1 型を、40編成受注し、2006年に完成させた。 川崎重工業は E2K の時速 200km をベースにした CRH2 型60編成を93億円で受注した。60編成のうち完成品3編成は名古屋港から直接輸送され、部品6編成分は賃貸を司法記者車両で組み立てられ、残りの51編成は日本製の一部精密部品以外は移転された技術で、 現地生産された。第一陣となる車両は2006年3月1日に神戸港から輸出され、7月31日より、賃貸を司法記者車両にて国産化が開始された。アルストムは、イットル600をベースにした、CRH5 型60編成を受注した。60編成のうち、完成品3編成は、サビリアーノから直接輸送され、 部品6編成分は中国、北社集団の子会社の超春機動客車で組み立てられ、残りの51編成は移転された技術で現地生産された。翌2005年、シーメンスは入札したチームを見直し、コストを削減し、時速 300km の列車60編成の受注に成功した。この列車は、アイス3をベースにした CRH3 であり、 登山機動客車がライセンス生産した。部品、車体、ボギー台車、変圧機、電動機、ブレーキや運行管理システムなどの技術移転契約が結ばれている。初の国産 CRH 型車両である CRH380A は時速 486.1km の国内最高速度記録を持つ。これは営業列車編成では 世界最高速度の記録である。中国国鉄にとって外国技術の導入によって生み出された高速鉄道の国産化とさらなる技術革新は重要である。中国国外の企業からの技術移転によって中国の工場では鉄道の部品製造が可能になった。三菱電機は MT205 型モーターと ATM9 型変圧器を 中国南車集団の子会社のカブス南車、時代電機に、日立製作所は YJ92A 型モーター、アルストムは YJ87A 型モーターを中国、北車集団の子会社の長積み電機に、シーメンスは TSG 型パンタグラフを中国南車集団の子会社のカブス電力記者に、それぞれ技術提供した。現地生産の CRH 型車両で使われる。 部品はごく一部を除いて地元企業から調達されている。2005年の6月から9月には鉄道部は高速鉄道新線のほとんどが時速 350km に対応して設計されていることから時速 350km 運転が可能な車両の入札を受け付けた。シーメンスと東山機動客車による CRH3 C 型とチンタを司法記者車両による CRH に C 型が参加した。なお、最高速度が時速 350km とされた根拠は、ベースとなった車両が日本やドイツなどでの試験走行で時速 400km だよ、記録したことに由来する。川崎重工業とともに CRH2 アンペア型を60編成受注し、2年間製造した。 チンタオ司法記者車両は独自で製造する技術を得た。これにより、チンタオ司法記者車両と川崎重工業との間の協力関係は終了し、2008年からの CRH2 バイト型、CRH2C 型と CRH2E 型の CRH2 型の車両は、チンタオ司法記者車両が独自に設計、製造したものである。 チンタを司法記者車両の親会社の中国南車集団の社長は中国南車集団は高速鉄道車両の開発に大胆に取り組み設計と製造の能力は進歩し続けている2007年12月には生産ラインが完成し時速 350km で走る CRH 型車両の製造を独自に行うと述べた北京、上海間は 改良が加えられ、最高速度実測 200km で所要時間は10時間で、あるが、鉄道部は軽古線の輸送力のさらなる増強とより、快適なサービスの提供のために、2007年10月に16両編成の CRH1 バイト型を10編成、CRH2 バイト型を20編成、CRH1E 型と CRH2E 型を、 20編成ずつの合計70編成を、チンタオ司法記者車両とチンタオ司法、ボンバルディア鉄路運輸設備に発注した。ボンバルディアが唯一、車両全体を製造する中国企業との合弁事業をしたが、この成功の重要な要因の一つは、技術支援であった。チンタオ司法、ボンバルディア鉄路運輸設備車は1998年に設立され、 中国の国営企業の外国技術の導入による刷新の恒例となった。同社の代表は、ボンバルディアの中国での理念を、会社が持つすべてを合弁事業に注ぎ、中国市場で需要があるものは、要求なしで提供することだと表現した。試作品が中国国外から輸入された他の CRH 型車両と異なり、 CRH1 型はすべてチンタオで生産されている。世界最速となる時速3 8 0トルで運転される予定であった京古高速鉄道の建設は2008年4月18日に始まった。同じ2008年、科学技術部と鉄道部は中国の独自の高速鉄道技術の進歩に関する共同計画に合意し、鉄道部は CRH380A 型、c r h 3 8 0ト型、CRH380D 型の3種類の時速 380km、運転可能な次世代、CRH 型車両の開発を決め、合計400編成を発注した。2010年10月26日に開業し、 世界最速の時速 350km で営業運転にした小食旅客専用船に CRH380A 型は導入された。これは完全な国産の車両では初めての高速での営業運転である。また、前述したように2004年に決定された中長期鉄道の計画では経済発展による輸送需要増に対処できなくなる懸念から 鉄道もおより大規模にするよう2008年に改定された。2010年10月19日、鉄道部は平均時速が時速 500km に達する新しい超高速鉄道の研究開発を始めたと発表した。2011年2月14日、竜志軍鉄道部長が重大な規律違反の疑いのため解任された。 同志は1972年以来、長年鉄道関係の役職を務め、2003年から鉄道部長を務めたほか、党の要職でもあった。劉志軍前部長は2008年以降の高速鉄道網の全国展開を進め、高速鉄道の第一人者と呼ばれていたが、計10億元もの収賄容疑が浮上している。また、同年3月23日には、新京署が、 稽子高速鉄道の建設に絡み、2010年中の、計1億8700万元の不正流用が、分かったこと、個別の事例について、法的責任の追求を今後進めることを発表した。前鉄道部長の右腕として、高速鉄道建設プロジェクトの先頭に立った、長所高鉄道分野局局長も2月28日に、定職処分を下され、 取り調べ中との報道がある。ニューヨークタイムズ紙は、全鉄道部長の逮捕は、単なる汚職だけでなく、急速な高速鉄道網整備への中国政府の不安が背景にある可能性を報じている。また、短期間での建設のために、路線建設時に品質を犠牲にしていた可能性があり、鉄道部関係者は、コンクリートの一部には硬化剤が使われていないと明かしていて、 劣化が早く数年後には、現在の運用時速時速 350km を出せなくなる可能性も言及されている。新任の聖高祖鉄道部長は、汚職によって安全性への疑問が生じていて、路線の完成が遅くなるかもしれないと発言した。中国鉄道部は、2011年7月1日のダイヤ改正に伴い、高速鉄道の最高速度を、 時速 350km から時速 300km に引き下げる方針を表明した。理由については、より安全性が増す、運賃を安く抑えられる、エネルギー効率の向上と説明している。これは、高速鉄道の安全性への懸念や、運賃の高さへの批判が高まっていることが、速度低下の原因だと見られている。また、稽古高速鉄道については、 営業運転での最高速度は時速 380km になるとも言われていたが時速 300km と時速 250km の列車を運行し2種類の運賃を設定すると発表した。またビジネス需要を旅客機から移すため一等車を導入する計画であったが顧客にとって手頃な一般座席を増やし手頃な値段で利用できるようにするとしている。 これまでの速度重視路線を見直し、スピードを遅くする代わりに、より多くの客層にとって手頃に、また安全性を高くするというように、中国政府の高速鉄道の方針が転換したと言われている。なお、2017年に新型車両 CR400AF、CR400 ボーイフレンド型の収益に合わせて 350km の営業運転を再開している。 2011年7月23日20時34分、石膏省運州市総書路段下地を通る、陽台温泉で、北京から福州に向かう D301 号列車と、甲州から福州に向かう D3115 号列車が衝突、脱線事故を起こした。両方とも同じ方向へ向かう列車であり、D3115 が落雷に伴い停車していた、ところへ、 D301 が追突し、D3115 の列車数量が高架橋から転落した。死者40人、負傷者192人の大事故となった。2018年1月25日現地時間の正午ごろ、山東省陳田尾市から石膏省甲州市へ向かう京古高速鉄道、G281 号列車16両編成の2号車で、 電気系統が原因と見られる火災が発生した。暗記章、修士の庭園駅に停車後、乗客1400人余りは全員避難した。動画や写真からは、車両側面は黒煙を上げ激しく燃えている様子が、うかがえる。進化後は、車体横に大きな穴が開いた。この影響により、列車14便が運行を中止した。 微光上海トランスラピッドトランスラピッドを使用した上海トランスラピッドが営業中の旅客列車としては世界最速の時速 430km で歩道国際機場駅と竜用寺駅の約 30km を7分で結んでいる旅客数や火災事故の発生など問題が多いが延伸の計画がある新幹線 E2K が ベースの CRH2 型、中国高速鉄道 c r 4 0 0 a f 型電車、中国鉄路高速という名称は2007年に導入された高速鉄道システムを指しているが、主に CRH 型車両を指すことが多い。中国で導入されている高速鉄道車両は大まかに4種類あり、それぞれ違った国々から別々の技術が導入されている。 信号、駅、軌道設計、コントロールシステムなども外国からの技術移転で導入された。技術が移転されて国産化が進んでいるが、中国国外の技術で製造した車両の技術トラブルはその国外メーカーが責任を負わなければならない問題も生じている。CRH 営業区間中国東部を主にカバーしている。 高速鉄道列車が運転されている路線については、高速鉄道網整備を参照。8縦8横高速鉄路種通道計画図中国、4縦4横高速鉄道網、計画2020年の高速鉄道網の完成後、北京から各省の中心都市に行くのに必要な最短時間を示す地図。中国の高速鉄道網の整備は、計画、建設費用の負担。 経営にわたって中央人民政府の主導で行われている。2006年に中長期鉄道網計画が決定してから旅客専用線建設に対して大きな投資が行われ鉄道建設予算が増大している。他の国鉄線を含めた年間の鉄道建設投資の合計は2004年には516億元だったが2005年には880億元。 2006年には1,553億元、2007年には2,560億元になった。世界金融危機対策として2008年に決まった内需拡大のための公共投資策、拡大内需実行蘇生によって高速鉄道の建設ペースが早められ、鉄道建設投資は2008年には3,300億元、2009年には6,000億元。 2010年には8235億元と急増している。多くの庶民が高速鉄道料金を払うことができないような開発途上国で高速鉄道網の整備の必要性はあるのかといった批判的意見が国内外から存在する。これに対し政府はコストがかかる高速鉄道建設は多項目の国の発展目標を支えるものだと主張している。 高速鉄道は多くの人口が密集して住む国内で高速で信頼性があり快適な輸送力がある長距離移動手段であると言われている高速鉄道整備の利点としては等が挙げられているさらに高速鉄道網整備は中国の高速鉄道技術を進歩させた中国の鉄道技術メーカーは国外から導入した技術を素早く習得し 生産を国産化した。例えば、川崎重工業から新幹線 E2K の技術を導入して、ライセンス生産を行うことで、6年後には、賃貸を司法記者車両は、CRH2 アペア型を日本の協力なしで生産するようになり、川崎重工業との協力関係を終了した。今では中国は、他国に技術を輸出するまでになった。 2004年に採択され、2008年に修正された、中長期鉄道網計画などの中国政府の計画には、4縦4横の旅客専用線、都市間鉄道、高速化改造された在来線、西部開発のための新線、海峡西岸線の5種類の高速列車に対応した鉄道がある。8縦8横旅客専用線、8縦8横旅客専用線は、 2016年7月に中間人民共和国国務委により投申された従来の4縦4横を拡充した中長期路線計画である。投申には同時に高速鉄道の連絡線及び都市間鉄道の充実も盛り込まれた。4縦4横旅客専用線4縦4横旅客専用線は鉄道部の中長期鉄道網計画の柱であり8路線の 全長は 12000km に達する。基本的には、現在貨物列車と旅客列車が競合している幹線に並行した旅客専用線として建設される。完成すれば、世界的にも最大規模の高速鉄道網となる。現在多くの区間で建設中であるが、分断建設、分断通車方式、すなわち工事が早く完了した区間から、 開業するという方針で整備されている。4縦4横旅客専用線には一部、しばらくの間は貨物列車と共用であったり高速列車に対応していなかったりと旅客専用線ではない区間も存在する。都市間鉄道都市間鉄道は主に広域な都市圏の中の2つの大都市を結ぶために建設される。長距離移動用ではなく、 比較的短い距離なので、最高速度は200時速 250km である。ものも多いが、4縦4横旅客専用線の一部となっている。ものなどは時速 300km 以上に対応している。背景が緑色の路線は開業済み。高速化改造された在来線2007年4月18日にダイヤ改正された。 第6次鉄道高速化によって、延べ 6003km の線路で、時速 200km 以上での運転、そのうち 846km の線路で、時速 250km 以上での運転が、されるようになった。この時には、初めて時速 200km 運転のために建設され2003年に、完成した畑新旅客専用線では、 時速 250km 運転ができるように改良され、京光線、京古線、京光線、高新線、廊海線、古根線、三河み線、関丹線の一部区間で時速 200km 運転ができるようになったほか、武急線、粘慶線などの多くの路線で高速化が実施された。その後も京急線などで複線化、電化等の高速化工事がされていて、 現在も小桂線などで工事が進められている。西部開発のための新線鉄道部の2020年が目標の中長期鉄道網計画では、鉄道網が発達した東部、中部のように中国西部に4万キロメートルの鉄道を建設するとされている。基本的には200時速250キロメートルに対応するが、時速350キロメートルに対応するものもある。 西部大開発との関連事業である。海峡西岸線鉄道部と福建省政府は2008年3月に海峡西岸経済圏の新鮮建設推進についての会議において将来中国大陸と台湾を結ぶ高速鉄道を建設する構想を持っていることを明らかにした。この構想は中華人民共和国政府側のものなので実現には 中華民国政府の協力が必要であり、長大な海底トンネルの技術的問題もあるため、現時点では困難だと言われている。背景が、緑色の路線は、開業済み。2006年に、中央政府によって、リニアモーターカーの延伸計画が承認された。この計画は、古東国際機場駅と、龍明寺駅を結んでいる。 上海トランスラピッドを延伸し、龍アキラジ駅から上海南駅を通り、上海公共国際空港へ至る路線を建設するものである。同時に、上海南駅から甲州東駅に至る、全長160キロメートルの上海、甲州リニア線の計画もされているだが、リニアモーターカーはコストが高く、中国国民にとって高価な移動手段が、 本当に必要かという議論もある。また、ドイツがトランスラピッドの中国への技術移転に対して懸念していることも影響している。2010年5月から開催された上海万博では会場へのトランスラピッドの乗り入れ計画があったが断念された。2006年5月に中国とドイツの間でトランスラピッド延伸のための技術移転に関する協議が行われたが、 中国側は、両国が、現地合弁会社を設立し、設備や、部品の大部分を、中国国内で生産する方式を希望した。ドイツ側は、これに対して、技術使用権の買い取りを求めたが、中国側はこれを拒否し、協議は中断された。ドイツとの関する協議が難航し、建設が間に合わなかっただけでなく、延長予定地では、リニアの地場による、 健康被害を懸念する住民の反対運動があり、また総工費350億人民元の拒否も見込まれて無駄との批判も根強かった。現在、公衆への延長計画が進んでいるという報道がある一方、建設される可能性は低いという報道もある。ありがとうございます。